次に土田慎君。委員長。はい、土田君。おはようございます。自由民主党の土田慎でございます。本日は貴重な質問の時間を賜りまして、心より感謝申し上げます。早速質問に移らさせていただきます。私は今回の児童福祉法改正案心より歓迎しております。というのは私自身は今31歳で未婚ではございますけれども、友人であったりだとか出産そして結婚出産ラッシュを迎えているわけでございます。その中で結婚後、仕事の忙しさであったりだとか出産そして育児この大変さがゆえに夫婦関係が悪化してしまったりだとか、また両親の精神状態が不安定な状態になってしまっているっていうのが友人の話などを聞いていて、よく思うところでございます。でこのことを虐待であったりだとかっていうことに観点を置くと、それこそ赤ちゃんを持っている両親からすると自分は絶対そんなことないから大丈夫だろうというふうに思っているとは思うんですが、このギリギリの子育ての中で精神状態の中である意味語弊があるかもしれませんけれども虐待をして、ちょっと叩いてしまうとかっていうことに関しては紙一重な状態なんじゃないかなというふうに考えております。でこの紙一重の状態をなくしていくというのがまさにこの国であったりだとか我々政治家の仕事なんだろうな、そういうふうに思っております。また子どもだけのサポートではなくて本当に親であったりだとか妊婦さんであったりだとかのサポートにしっかりと力を入れていかないといけないというふうに思っております。今日は質問の論点として大きく2つさせて論点を設定させていただきたいと思っておりますが、1つはこの改正案の自治体への地方自治体への実装と、2つ目は支援の網の漏れをいかに少なくするかという2点でございます。今回の児童福祉法改正案の内容ものすごい手厚いものになっていると思っております。しかし例えば理念だけ掲げているけれども実際に支援を行い手である地方自治体が実施できない、仕事分量的にサポートを行うことができないであったり実装できないということがあったら、これはまさに絵に描いた餅になってしまうわけでございますし、また理念だけ掲げて困っている子どもであったりだとか妊産婦さん親御さんに支援が届かないリーチできないとなったら、これもまさに何のために法改正をするのかよく分かりません。そういうような状態になってしまうわけでございます。で先ほど挙げた今日質問させていただきたい大きな論点のうちの1点目、地方自治体への実装の観点でございますけれども、この改正によって地方自治体というのはいわゆる子ども家庭センターの設置努力義務を負うわけでございます。で今現状どういう制度があるかというと、妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援していくのが子育て世代包括支援センターというのもあって、また子育てであったりだとか家庭全般に関わるような相談であったりだとか調査であったりだとか、また各機関との連絡調整などを行っていくのが子ども家庭総合支援拠点でございます。この2つを包括してより手厚く支援をしていこうというのが今回設置が目指されている子ども家庭センターでございますが、ただ自治体によってこの今現状ある2つの支援センターと支援拠点の設置数であったりだとか設置率がかなりばらつきがございます。おそらくですねこの設置できない理由というのはその自治体が小規模であったりだとかそもそも子どもの数が少ないというような理由が推察されるわけではございますけれども、まずその子ども
あ、ごめんなさい、子育て世代包括支援センターについてでございますが、今実際全国の自治体の約 97% ぐらいが、設置しているわけでございます。まあ、その理由として挙げられるのが、平成28年の児童福祉法改正による子育て世代包括支援センター設置義務の努力化、あ、ごめんなさい、設置努力義務化によるものだと思っておりますけれども、この義務化したことによってどれくらいの設置自治体が増えたのか、また未設置自治体にはどのような自治体があるのか、そして設置数が増加した成功要因を教えてください。橋本子ども家庭局長。ご指摘いただきました子育て世代包括支援センターでございますが、平成28年の法改正によりその設置を努力義務としておりまして、設置自治体数は平成28年4月時点での295自治体でございましたものが、令和3年4月時点では1603自治体まで増加しておりまして、まあ、約 92% の自治体で設置をいただいているわけでございます。でこの設置状況を人口規模別に見ますと、未設置自治体の大半は子どもの人口がおおむね、9000人未満の小規模自治体というふうになってございます。で、このセンターでは妊娠期から子育て期にわたるまでの支援についてのワンストップ拠点として、保健師等の専門職が妊産婦に対して総合的相談を行うものとされまして、各自治体におきましても設置の必要性にご理解を深めていただいたものと、これが一つの要因だろうというふうに思います。でまた私ども厚生労働省におきましても、このセンターの運営費の支援を行いますとともに、平成29年度からはこのセンター設置前からの職員の雇い上げですとか、あるいは協議会の開催等の開設準備の支援を実施してきました。こうした事業を活用いただきつつ、各自治体にご尽力をいただいて、多くの自治体での設置が進んできたものではないかと、このように考えております。委員長。土田慎君。ありがとうございました。まさに、厚生労働省の努力によって支援センターの普及設置数が増えてきたんだと存じておりますけれども、一方でその支援拠点、子ども家庭総合支援拠点についてでございますが、平成30年策定の児童虐待防止対策体制総合強化プランによりますと、令和4年までにすべての市町村に子ども家庭総合支援拠点の設置を目指しているわけでございますけれども、令和3年4月時点では36.5% の設置率となっているわけでございます。この支援拠点の設置未設置の自治体の傾向であったりだとか、また未設置の原因も教えてください。橋本子ども家庭局長。子ども家庭総合支援拠点の設置状況につきましては、児童の人口がおおむね9000人未満である自治体では設置率が 26.4% となっておりまして、特に小規模な自治体では整備が進んでいないものというふうに認識いたしております。この子ども家庭総合支援拠点を設置しないことにつきまして、自治体ごとに異なる事情もあるというふうには考えておりますけれども、整備の必要性を私ども国の方から指針等によ によりまして自治体に対して周知徹底をしておるんでございますけれども、必ずしもそれが十分に意図が伝わらなかったという面もあるかというふうに思っております。また特に小規模な自治体においては設置の必要性等を理解しつつも、なかなか支援員の確保などの体制構築に課題があった、そういったことも要因ではないかというふうに考えております。委員長。土田慎君。ありがとうございます。今回の児童福祉法改正において、この支援センターと支援拠点を、ある意味、機能を統合してやっていこうというのが家庭センターであるわけでございますけれども、今、ご答弁いただいたように、支援センターと支援拠点の設置率にかなりばらつきというか、差があるわけでございます。で、ここでやっぱり思うのが、一番大事なのは、いかにこの小さな自治体であったりだとか、いろんな意味での資源が少ない、足りてない自治体にいかにうまく家庭センターというものを運用してもらえるようにするかというのが、今回の改正案の改正案をしっかりと日本全国津々浦々浸透させていく
キーになるんだろうなというふうに思っております。これそれでは子ども家庭センターについてお伺いさせていただきますけれども、今申し上げたように支援拠点支援センターのどちらもないであったりだとか、その一方がないっていうような自治体に関して、どのようにこの家庭センターの設置を目指していくのか、そのプロセスを教えていただければと思います。橋本子ども家庭局長。今全市町村のうちで 92% の市町村におきまして、母子保健の子育て世代包括支援センターと児童福祉の子ども家庭総合支援拠点のどちらかいずれかが設置されているという状況でございます。でこれからいかにこの未設置のところをなくしていくかということでございますが、児童虐待を未然に防止し、家庭支援を強化していくため、児童福祉と母子保健の一体的な対応が重要であるということは、どの自治体にも言えることでございますし、今、今般の児童福祉改正案が成立した暁には、可能な限り早く子ども家庭センターを全国に設置できるように自治体に対して促してまいりたいと思います。その際、私ども厚生労働省といたしましても、現在、子ども家庭総合支援拠点や子育て世代包括支援センターを設置していない自治体が子ども家庭センターを円滑に設置できますように、一つは人材確保のための財政支援ということをしっかりと行っていくということ、からもう一つ小規模な自治体の問題などもございますので、複数の自治体が共同で設置することを可能とすることや、柔軟な人員配置を認めることなどを検討しまして、その設置をしっかりと支援してまいりたいと考えております。委員長。土田真君。ありがとうございます。子ども家庭センター設置に向けて、まず、財政措置であったりだとか、いろいろな広域連携であったりだとか、いろいろなこの手段を使って、まずはこの容器、外側の容器を作って、そして徐々にその中身を充実させていこう、そういうようなプロセスになるんだとは思っておりますけれども、ここでちょっと現場というと、地方自治体であったりだとか、実際に手を動かす職員の方々の負担についてお伺いさせていただきます。今回それこそですね、かなり手厚い、ある意味幅広い改正内容になっているわけでございますけれども、逆にだからこそ非常に現場に負担がかかるというふうに思っております。例えば今の支援拠点であったりだとか、支援センターをすでに実装している、例えば中規模程度の自治体を想定すると、今回の改正内容をフルに実装しようとすると、どのぐらいの作業量負担がかかる、そういう想定をされているんでしょうか、教えてください。はい、橋本子ども家庭局長。大臣は時間が来ましたら退席いただいて構いません。今般の児童福祉の改正案によりまして、子育て世帯等への支援が確実に届くようにするために、新たな市町村の業務として、要支援児童等に対して、計画的に支援を行うためのサポートプランの作成ということを行うことを追加することといたしております。で、子ども家庭センターにおいてその業務を実施するということを想定いたしております。また、子育て世帯等への支援につながるためには、地域において、子育て支援に取り組む NPO 等の協力も必要でございますので、子ども家庭センターにおいては、家庭支援に取り組む NPO 等の発掘も行いまして、地域におけるさまざまな民間機関との連携を推進していくということに取り組むことといたしております。したがいまして、すでに子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターが設置されている自治体におきましても、これらの子ども家庭センターの新たな機能というものを地域で発揮できるようにしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。どのくらいの業務量が追加されるのかという点につきまして、なかなか定量的にお示しするということはなかなか難しいわけでございますが、一定程度市町村の皆様方に対していろいろと追加的にやっていただく部分が出てくるということは事実でございます。委員長。土田真君。ありがとうございます。まさに国と地方官民一体となって総力戦でやっていかないといけないんだというふうに思います。
今いろいろお話しいただきましたけれども、それでもやっぱりしっかり、ごめんなさい、実際に手を動かすのは人なわけでございます。で、特にその地方においてはこの人の確保がなかなかハードルが高いというふうに思っております。まあ、そもそもありとあらゆる分野で日本全体で人が足りない、人不足の状態になっているわけでございますけれども、今回の改正によって、まあ、訪問支援であったりだとか家庭関係をしっかりと形成していくような支援も含まれているわけでございますが、これは非常に難易度も高いし技術も必要になってくるんだと思っております。そこで現場職員にはどういうスキルを、いろいろな多様な分野がございますけれども、どういうようなスキルを持った人が必要で、そのスキルを持った人をどういうふうに育成していくのか、確保していくのかという点について教えてください。橋本子ども家庭局長。子ども家庭センターにおきましては、子育て世帯等に対する相談支援ですとか、サポートプランの作成と、こういったことを行うことといたしております。そのためには、支援を要するものの実情を把握して、アセスメントに基づき、適切な支援につながるということが重要であります。従いまして、相談援助ですとか、支援の見立て、こういったことに関する専門性を持った人材の確保を図っていく必要がございます。で、子ども家庭センターにおいてこうした人材を各地域で確保していくことが大変重要でございますので、その確保にあたりましては、一つはこれまで市町村において相談支援や指導などに関わってきた方々 OB も含めた経験者の活用をしていただくということ、それから市町村向けの研修を充実していくということ、それから児童福祉法改正案において今回導入することとしております子ども家庭福祉の認定資格の積極的な取得を促進していく、こういったさまざまな手段によりまして、市町村において適切な人材が確保できるように支援をしてまいりたいと考えております。委員長。土田真君。ありがとうございました。子ども家庭センターの人材であったりだとか人では十分に足りるようになったけれども、例えば保育園とか幼稚園とか、などなどのいわゆる必要とされる人材がかぶる領域において余計人手不足が深刻化してしまったよというようなことがないように、しっかりとその必要な人材想定のシミュレーションであったりだとか、その育成を綿密にやっていただきたいと思います。今回のその児童福祉法の改正にあたって変更点が非常に多いわけでございますけれども、地方自治体からすると何から手をつけていいのかわからないというのが実情であると思っております。国がマニュアルを作成するであったりだとかことは当たり前だとは思っておりますけれども、それよりもう一歩でも二歩でも踏み込んだ手厚いサポートを地方自治体に対してしていかないといけないと思っております。そこで質問でございますけれども、自治体の現場職員の負担を減らすために、国はどのような措置であったりだとかサポートをしていくのかというところが1点目と、で2点目で、事務作業ではなくて、いわゆるその現場の職員さんは子どもや親とのやり取りに避けるように、時間を避けるようにしっかりと国がサポートしていくべきだと私は思っておりますけれども、そこに対しての意気込みをよろしくお願いいたします。橋本子ども家庭局長。今般の児童福祉法改正案では子育て世帯等の抱える悩みや負担を軽減して、ひいては児童虐待の未然防止につながるということを目指しているものでございますので、子ども家庭センターの設置あるいはサポートプランの作成など、市町村にはさまざまな対応をお願いすることになるわけでございますけれども、見直しの趣旨をご理解いただきて取り組みを進めていただきたいと考えております。それを円滑に進めていく上でも私どもとしては今後施行に向けた準備を進めていく中で早め早めでいろんな形での情報を提供させていただいて、市町村で今実際に取り組んでいただいている状況を我々としても十分に吸収させていただくということを繰り返しながらやっていきたいというふうに思っております。
まあ、その上で今委員ご指摘いただきましたような、まあ、現場の職員の方々の負担をまあ少しでも軽減していくということが大事でございますので、今後市町村の現場のご意見も伺いながらでございますが、まあ、今回の制度改正の内容について、全国の市町村に対して丁寧な周知徹底を図るということや人員確保のための必要な支援を行うということはもう元よりでございますが、それに加えまして、養子縁児童等に対する支援のためのサポートプランを自治体が作成する際のまあひな形となるような様式をご提示するですとか、あるいは子ども家庭センターの業務について、業務の内容等に照らして、地域の適切な関係機関に対して、まあ、委託することを認めるとか、まあ、そういった方策についても検討をさせていただきたいと思います。でその上で、子どもや親とのやり取りに直接、まあ、割くことのできる時間を増やすということでございます。この子ども家庭センターの、まあ、狙いというものからいきましても、やはり本人や家庭にしっかりと寄り添って、問題、課題や悩みを受け止めていくということが大事でございますので、今ご指摘いただきましたような形で、まあ、職員の業務負担ということをできるだけ軽減することなどを通じて、まあ、そこで時間を生み出すということによりまして、子どもやその家庭との十分に時間を取って相談等の対応を行うということを目指していきたいというふうに考えております。まあ、サポートプランというものは、ご家庭に対して、実際にそのお使いになる方々にお示しをしながら、まあ、まさに寄り添う形で、進めていくということを目指しておりますので、しっかりとした相談支援ができるような取り組みを進めてまいりたいと思います。委員長、土田真君。ありがとうございました。冒頭に申し上げましたけれども、本当に今回の改正内容が、絵に描いた餅とならないように、手厚いサポートを、地方自治体への手厚いサポートをよろしくお願いいたします。2点目の論点に移らさせていただきます。2点目の論点というのは、この支援の網から漏れてしまう人をできるだけ作らないというような点でございますけれども、まあ、実際に虐待とか困難な問題を抱える家庭であったりだとか、子どもであったりだとか親御さんというのをゼロにするのを目標に、まあ、我々頑張っていかないといけない、努力しないといけないわけでございますけれども、ただ、まあ、現実としてなかなかゼロにするのは難しいというような問題があるわけでございます。まあ、というのは、この困難を抱える方々というのは、まあ、社会から孤立していたりだとかしていたりしてですね、なかなかこう見つけ出すのがそもそも難しいという問題がございます。でそこで質問ではございますけれども、今般の改正にあたって、どの程度まで今までこの目が届かなかった苦境を抱える子どもであったりだとか親御さん、家庭に手が届くようになるのか、その支援メニューであったりだとか、その手法がどう拡充するのかという点を教えてください。橋本子ども家庭局長。現在、保護者への養育支援が特に必要と認められる要支援児童、それから保護者による看護が不適当と認められる要保護児童、こういった方々が約23万人いるという状況のでございます。でそういった中で、子ども子育て支援事業の種類や量が、まあ、限られておりまして、個々のニーズに対応することがなかなか難しいという状況、そしてまた現行制度では市町村は利用者の申請がないと支援の提供が難しいという、まあ、こういった課題があるというふうに認識いたしております。でこのため、まあ、今回の法改正の中では、一つは訪問による家事支援の創設など、子ども子育て支援のサービスそのものの拡充を図るということ、それからもう一つは市町村が必要と判断した場合には、まあ、プッシュ型で利用勧奨等による支援を提供すること、まあ、こういった見直しを行うこととしておりまして、そういった対応を通じて、まあ、まさに支援が届くべきご家庭、子どもたちに支援が着実に届くようにやっていきたいというふうに考えております。委員長、土田真君。ありがとうございます。もうすでに現場の皆様は非常に努力していただいているんだとは思っておりますけれども、それでも一人でもいわゆる見逃しというのをなくしていくように、今回の改正で一体となって努力していきたいと思っております。もう少しちょっと各論の話をさせていただこうと思っております。改正案の第21条18についてでございますけれども、
この支援事業の利用勧奨を、まあ、いわゆるしているけれども、聞かないであったりだとか、まあ、関心を示さないような家庭について、いわゆるこの支援内容というのを、まあ、強制的に言うというと、ちょっと大げさでございますけれども、プッシュ型で、提供するというふうに話になっておりますが、これ、私、実はなかなかハードルが高いなというふうに思っております。というのは、まあ、いわゆるこれは大げさに聞こえるかもしれないですけれども、まあ、行政処分というか、という形を取るわけでございますが、この行政処分というような文脈で、今まで仕事をしてきてなかった現場の人たちが、実際に実行主体となるのは、まあ、かなりのストレスがかかるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、このかなりストレスがかかるからこそ、逆にこのしっかりと主体であったりだとか、実行主体であったりだとか、実行基準を明確に示してあげる必要があると思います。そうしないと、ある意味ですね、いわゆるご自身たちができることを忌避してしまって、いわゆる恐れてしまって、この制度改正自体が形骸化してしまう恐れがあるというふうに考えておりますけれども、この利用勧奨の措置であったりだとかを行うにあたって、この現場の実行主体であったりだとか、実行基準というのはどういうふうに定められているんでしょうか。橋本子ども家庭局長。今般の改正によりまして、創設することとしております、まあ、家庭支援の事業がいくつかございます。そういった事業の利用の措置の仕組みにつきましては、市町村において児童福祉の業務にあたる職員が、支援が必要と認められる児童やその保護者等に対して利用勧奨を行わなければならないこととし、その利用勧奨を行ってもなお支援に結びつくことが困難な場合において、利用申請がなくとも措置として支援を提供できるようにするため、そういった新しい枠組みを作るものでございます。それでまずこの利用勧奨につきましては、要支援、あるいは要保護児童を想定しております。でまあ、措置の対象となるケースとしては、例えば保護者が有している疾患や障害などを理由として、支援の利用申請を行うことができないといったものが挙げられるというふうに思っております。でまあ、いずれにしましても、この利用勧奨や措置につきましては、まあ、委員ご指摘のように、どういうふうな形に具体的になるのかということについて、なかなかまだ分かりにくいところもあろうかと思いますので、その業務フローや対象者像、あるいは利用勧奨や措置によっても対応が困難な事例においては、児童相談所による一時保護等を着実に行うことなど、まあ、具体的な運用方法を施行までに検討いたしまして、全国の自治体の方にしっかりと示していきたいというふうに考えております。委員長、土田新君。ありがとうございます。現場の職員さんが本当に必要とされているときに、タイミングに躊躇なく自分のご自身の職責を果たせる行動を取れるように下準備をしていくのがまさに行政の責任だと思っておりますので、よろしくお願いいたします。最後に1点お伺いさせていただきます。今回の児童改正福祉法でございますけれども、子ども家庭庁が設置された1年後に施行されるわけでございますけれども、今まで地方自治体はやり取りを厚生労働省とやっていた中で、その窓口が子ども家庭庁に変わるわけでございます。まあ、この改正内容がですね、非常に今日私一部しか質問できておりませんけれども、改正内容が非常に多岐にわたるがゆえに、ちょっとの事務的な作業のプロセスの変更であったりだとかが、実は非常に大きな作業負担になるわけでございます。まあ、例えば電話番号がちょっと変わるであったりだとか、住所が、担当者の住所が変わるとか、そもそも担当者が変わるとか、まあ、そういうような些細なことが大きな負担になってくるわけでございますけれども、この辺のいわゆる接続の部分のコミュニケーションの仕方はどういうふうに変わるんでしょうか。よろしくお願いします。内閣官房川又子ども家庭庁設置法案等準備室審議官。子ども政策の具体的な実施を中心的に担っているのは地方自治体であり、子ども家庭庁の設置に伴い内閣府や厚生労働省から移管される予定の事務の大部分も地方自治体に実施いただいているところです。
こども家庭庁の設置後も、こうした国と地方自治体との関係は基本的には変わるものはないと考えております。なお現在ご審議いただいておりますこども家庭庁設置法案におきましては、所要の経過措置を設けることにしておりまして、こども家庭庁への移行に伴って地方自治体において追加的な手続き等が生じることがないよう措置をしております。今後とも地方自治体と緊密に連携し、こども家庭庁の組織体制等の検討状況に応じまして、ご指摘の窓口でありますとか連絡先をはじめ、必要な情報提供等を行っていくことをしたいと考えております。地方自治体の業務に影響を与えないよう配慮してまいりたいと考えております。委員長。土田新君。質問終わります。ありがとうございました。次に。